激うま確定チャンネルです。ミッツさん専用の七味唐辛子を川崎大師まで買いに行った時の動画になります。ミッツさん専用の工場も映ってます。エンディングのコメントも見ていただきたいです。ゆっくりご覧になってください。みっちゃんの気持ちからね、さあ風味専用七味唐辛子ね、はい、さあ辛さが中辛、さあみっちゃん専用中辛、さあじゃあ混ぜましょう。各地の名産物七色でございますね、愛情込めて作るからね、はい、みっちゃん専用。さあまずはこちらね、四国からさぬきの名産物からいきます。八つ下のこちら木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪のこちら純物に、紀州からはこちら有田、新物のみかん、この尊い薬剤のみかんからこちら学名は陳皮と呼ばれております。こちらおみかんの皮を粉末にしたもの、またその香りを味わいましょう。江戸は東京からですね、こちら松葉園から松葉のり、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっております。こちらが東海道朝倉山の本山椒の粉山椒に、また噛んで香ばしいのが野州栃木の名産物、日光名産からはこちらね朝の実が入ります。最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼きました信州、長野県からは善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちら、お目通りから七味唐辛子七色となっております。七種類混ぜて七味唐辛子になります。七種類から、さあこれも各種各種の名産物から名産品、こちらも十二分に混ぜて出来上がりました。品物こちら一般ご家庭大衆向けよう、辛さベース中辛になります。七味唐辛子は風味と香り、香りと風味で味わいましょう。秘伝の香りになる色でございます。お客様に合わせてその場で完全調合、自家製造直売となっております。風味と香りで味わいましょう。秘伝の香りからね、製造直売となっております、ね、風味一番から。さあこれもね、一般ご家庭大衆向けをただいま混ざりましたのが中辛、さあ徳川304年の伝統、風味香りで味わいましょう。七色中辛、さらに香りを加えます。磯の香りから特製、これにごま、さあうちの七味唐辛子、この山椒の香りが余計に入ります。風味一番から、さあ中辛にはまず一杯シングルの負けから、はい、さあごひいきご愛嬌、これもダブルでいきましょう。はい、ありがとうございます。さあこれね、私の気持ち、はい、じゃあ最後ね、これみっちゃんの気持ちも入れていきましょう。おお、出た、さあ気持ち入ったね、入った。さあ作り置きね、決め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします、はい、風味香りで味わいましょう。秘伝の香り、江戸の香りから薬用七味唐辛子七色でございます、まあ、お客様に合わせてね、完全調合中でございます、はい、風味香りで味わってくださいね。まあ、自家製造直売、サンドサンドの食卓の友でございます。こちらがね、みっちゃん専用唐辛子、ね、はいはい、さあ中辛4つ、ね、はい、いただきました、ね、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします。風味香り、自家製造直売となっております。サンドサンドの食卓の友でございます、はい、4つお願いしました。同じね、はい、さあ美味しくね、召し上がってくださいね、はい。グッチのバッグに入れてしまう、はい、グッチのバッグ、グッチ、高級バッグですね、これね、はい、グッチ、はい、さあ専用、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました。